マスコール。マスコール、イ、s q L はオープンソースで公開されている関係データベース管理システムの一つである。オープンソースで開発されており、GNU、GPL と商用ライセンスのデュアルライセンスとなっている。もともと他の多くのオープンソースプロジェクトと異なり、スウェーデンの単一の AD 企業であるマスコール AB によって維持されていた。 2008年2月26日にマスコール AB がサンマイクロシステムズに買収されたことをもってサンマイクロシステムズの所有となった。その後2010年1月27日サンマイクロシステムズがオラクルに買収されたことにより商標権並びに著作権もオラクルに移管された。世界で最も普及しているオープンソースの RDBMS として知られており 市場シェアでは、ポストグレスコールなどの他のオープンソースデータベースを圧倒している。日本でも2009年になって、ポストグレスコールを超えるシェアを獲得している。初期のマスコールで、文字コードのサポートが悪かったのが影響したが、現在は EUC、シス、多言語面を含む UTF-8 などをサポートしている。データの保存とアクセスを行うストレージエンジンが SQL パーサとは、 分離独立しており、用途に応じたストレージエンジンを選択できるマルチストレージエンジン方式を採用している。バージョン3.23-34以降で組み込まれているイナドブストレージエンジンはオープンソースソフトウェア企業のインノバセ社が開発したストレージエンジンであり、高い健牢性と MVCC による高い並列性を兼ね備えており、あらゆるアプリケーションに対応できる人気の ストレージエンジンとなっている。イナドブはマスコール本体や OS のクラッシュからの復旧をサポートしている。また、イナドブ登場以前から搭載されているマイスサム、ストレージエンジンも検索が高速であり、更新よりも参照の頻度の高いウェブアプリケーションなどで活用されている。全文検索や空間検索が利用できるのもマイスサムの利点であったが、最近のマスコールでは、 イナドブにおいてもそれらは利用できるようになっている。以前は、マイスサムの方が高速であったり、多機能であると言われることが多かったが、イナドブの性能、機能改善が進んだことから、高速性や多機能性を求めるために、マイスサムを利用するということを持ってきている。マスコールでは、トランザクション管理は、ストレージエンジンの役割であり、トランザクションを利用したければ対応した。 ストレージエンジンを使用すればよい。イナドブはアシットに準拠したトランザクションをサポートしている。一方、マイスサムではトランザクションをサポートしていない。トランザクションが必要でないシーンは徐々に減ってきているので、最近マイスサムの出番も減りつつあるようである。副次問い合わせ、サブクエリはバージョン4.1以降でサポートされている。バージョン5.0以降では SQL99 にストアドプロシージャ、ビュー、トリガーが実装され、機能の面でも他の RDBMS に追いつきつつ、ある。また、バージョン8.0では、ウィンドウ関数と共通標識が実装された。その他、標準でマスタスレーブ方式のレプリケーション機能を備えており、剣道なデータストレージの構築が、比較的容易である。 マスコールは GPL とコマーシャルライセンスのデュアルライセンス方式で提供されている。基本的にマスコールのサーバー本体とクライアントライブラリーは GPL で提供される。このためマスコールを改造しそれを再販布する場合は GPL に従う必要がある。GPL のクライアントライブラリーを利用してマスコールに接続するアプリケーションを開発した場合 そのアプリケーションも GPL ライセンスとしなければならない可能性がある。ただし、クライアントライブラリーに関しては、アプリケーションが規定のオープンソースライセンスで公開されるのであれば、GPL 以外のオープンソースライセンスで再販布することも可能であ。る。サポートやツールが提供される有料サブスクリプションのマスコール、スタンダードエディション、エンタープライズエディションでは、 コマーシャルライセンス版のバイナリが提供される。コマーシャルライセンス版では GPL による制約は受けない。世界的にはこのマスコールの方がライバルであるファイアバードやポストグレスコールよりも多く使用されており、ウェブサイトの構築に用いるソフトウェア環境としてランプの略称が知られている。Yahoo、Facebook、ツイッターなどの巨大なウェブサイトでの適用例も多く。 ウェブアプリケーションのズップス、ワードプレス、シュガークムなど CMS もバックエンドのデータベースとしてマスコールを利用している。また、ウィキペディアのためのソフトウェアであるミディウッキーでもこのソフトウェアを使用している。他にも、社内用ウェブアプリケーションのサイボ胞ズもマスコールを利用しており、マスコールを改造するため優勝契約をしている。世界的な傾向に反し、以前の日本では ポストグレスコールの適用例がマスコールを上回っていた。2003年、平成15年の時点でオープンソース系のデータベースとして日本では8割以上がポストグレスコールだった。その理由として以下の理由が指摘されている。だが、そのような状況は徐々に変遷し、2009年、平成21年の段階ではマスコールの方がポストグレスコールよりも多く、 利用されているという報告がある。マスコール8.0は次のプラットフォームでサポートされている。C, C FL,、C、FL、スモーアルトク、Java、RISP、Python p、Ruby、TCL はマスコールの API を介してデータベースにアクセスできる。また ODBC インターフェースもサポートされている。マスコール自体は C および C で開発されている。 埋め込み SQL による開発はサポートされていないため、オープンソースプロジェクトのオープン S コール等が利用される。マスコールはシス、CP932、マイクロソフトコードページ932、UTF8、UTF8、3バイトまで、UTF8 ミリバール4、UTF8、4バイトまで、マスコール5.5以降でサポート デ i スといった文字セットを指定することで、日本語の文字を含む入出力をまさしく扱うことができる。シスは、ジス X0201 よびジス X0208 に準じたものであるが、同じシフトジスでも、Windows 環境で使用される文字の一部を正しく扱えない場合がある。これは、Windows では、前期の規格以外の拡張文字を含む、 拡張されたシフト GIS を使用しているためである。これらの文字をマスコールで正しく扱うには、GIS ではなく CP932 を指定する。同様の理由で GIS ではなく YouCGPIMS を指定すべきである。例えば、マイクロソフトアクセスから UTF-8 で格納するテーブルにオーディビシリンク経由でアクセスする場合は、マイドビシの文字セット設定を CP932 にしておけば、まさしく入出力できる。CP932 がマスコールでサポートされたのは4.112からであり、それまではシスで格納し、シスで入出力するという設定を行い、入出力時の文字コード変換を避けることで、Windows の拡張シフトジスで問題が起きないようにするというのが日本国内における常識であった。 CP932 のサポートの前にはすでにユニコードがサポートされていたが、それらを積極的に使用する人はあまりいなかった。なぜなら、ユニコードで格納するテーブルに対してシスで入出力を行うと、Windows 環境において拡張文字が適切に変換されず文字化けが発生すため、それがユニコード対応が不完全、ユニコードはまだ使い物にならないという評価を生む。 一因となっていたからである。Ruby on Rails k k フップのデフォルトは UTF-8 だが、データベース接続設定でエンコーディングを UTF-8 と明示的に使用宣言しておく必要がある。5. おさむき